外交委員会の会見に応じる、セバスティアン・ナドット、セバスチャン・ナドットは、ジェイル県のフルーランス出身のフランスの歴史家、作家、政治家、身体教育とスポーツの准教授、歴史博士。2015年12月から2017年6月18日まで、オートガロンヌの大住地区で MP に選出されたイースクの雇用労働局の準会員である。 ラフランコフォニー議会議事の議会議員でもある。サウジアラビアとアラブ市長国連邦が使用しているフランスの武器を売却し、日常的に民間人のイエメン人を爆撃することに反対している。2018年2月23日のヤン・バートルズが発表したプログラムのテレビ番組コティジャンのインタビューを受けた。バプティスト・デ・モンティエのマイクでは、 欧州議会の決議によりすでに請求されているように民間人の集団で使用するペルシャ湾岸諸国への武器販売を中止するよう明確に求められている。2018年4月6日、イエメンでの武器輸出許可に関するフランスの国際的な約束についてフランス議会への紹介手続きの開始を要求した。ありがとうございます。